八幡市は千葉県の北部に位置する市、都市雇用圏における東京都市圏。基幹産業として、近郊農業が盛んであり、ピーナッツの生産量は日本一である。暴風保安林とピーナッツの望みによる特徴的な農村景観は、文化庁の農林水産業に関連する文化的景観に含まれる。179ヘクタールの森林が、 暴風保安林に指定されている。明治時代に入ると、明治新政府の政策により、江戸幕府の放牧地であった小金、桜陵牧の開墾順序ではなく、開墾の計画順に新しい地名が付けられ、8番目に予定されていた入植地として八幡と命名された歴史を持つ。市名は南独地名として知られる。千葉県のほぼ中央部に位置し、 県庁所在地である、千葉市から約2 0トルの距離である。東京都の都心から約50から6 0トル圏内である。都市雇用圏における、東京都市圏に含まれ、千葉市への通勤率は13.7%。下宇佐台地の上にあるため地盤は硬く、標高は14から7 0ルとなっているため、地震と水害には強いと言える。 市の中央部は市街地を形成し、周囲には平坦な畑作地帯が広がっているほか、南西部及び北部に水田地帯が点在している。冬は周辺の桜市や成田市同様、千葉県の中では寒い内陸性気候の地域で、朝は連日氷点下まで下がり、氷点下10度近い冷え込みになることもある。冬、明けから春先にかけて、 ピーナッツ畑に何も植えられていない上、畑の土壌は関東ローム層のために春風によって強い砂ぼこりが起こり、地元では八木ぼこりと呼ばれる。2005年の国勢調査で75,735人を記録して、一行は減少傾向にある。2021年の人口は約6万6,000人。八幡市役所は、 1919年1月1日に発足した第一次八幡町と1954年11月1日に川上村と合体した上で発足した第二次八幡町とを完全に区別している様子で八幡市役所が開設する歴代八幡町長は第二次八幡町歴代町長のことである主張の台数の数え方は何種類もあるが本説では A B を添える形で書き分けながら解説する。表示欄では、第 A、第 B という名で2種類を記載した。A は就任のあるたびにカウントする方式に基づく、台数であり、B は、同一人物による、連続就任をカウントしない方式に基づく台数で、ある。第2次八幡町と八幡市は、A の方式を取っているが、B の方式を取る。 自治体も多く、A と B の違いを認識しないまま単純に比較すると、誤解が生まれる。なお、帰り咲きがあろうとも同一人物を1カウントとする、方式もあるが、これを第二次八幡町に当てはめた場合、町長は全4代ということになる。八幡市は、第二次世界大戦後の生まれ、平成生まれで、完全普通選挙時代の到来以降に成立した市で、 ある。従って、八幡市長選挙は、第一回から公選であった。感染時代は存在しない。市役所税務所他の市民サービス施設、八幡市総合保健福祉センター、八幡市に、警察署は所在せず、隣接する、桜市に所在する、桜警察署が、市内全域を管轄する。通常の交番よりも、 規模の大きい八幡幹部交番が設置されており、八幡市内における、車庫証明などの手続きは、桜警察署ではなく、八幡幹部交番で行う。八幡郵便局医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。八幡市が属する広域医療圏は、二次医療圏としては、ンバ医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。 千葉県立や地股高等学校高等学校、中学校小学校特別支援学校主に第一次産業中心で人参、里芋、大根、スイカなど野菜類の出荷が多い。特にピーナッツ生産では日本一。グリーンタウンや地股ショッピングセンタースプロール現象が顕著であり、目立った中心市街地は形成されていない。また、 ドーナツ化現象が進んでおり、駅前市街地よりも、分位地区や極地区を中心にロードサイド店舗の進出が目立っている。本社、本店多く企業 JR 総武本線では、列車の本数が若干増加しているが、路線バスは、市南部、東金方面へ向かうものを中心に廃止、減便されている。市内に高速道路のインターチェンジはなく、 主に東関東自動車道の桜インターチェンジ、四水インターチェンジ、千葉東金道路の山田インターチェンジ、東金インターチェンジ、県王道の三部丸島インターチェンジの利用が挙げられる。八幡駅千葉、交通高速バス路線バス国道県道八幡大祭での踊りの披露千葉県指定及び、国登録文化財一覧。八幡町名誉市民条例は、 1967年3月11日に制定。1992年3月19日に八幡町名誉町民条例を改正する形で八幡市名誉町民条例が制定された。ありがとうございます。